公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構は関西文化学術研究都市の建設の一体的な推進を目的とする公益財団法人。1986年6月に住宅都市整備公団京都府大阪府奈良県関西経済会により設立された都市建設及び運営新産業の創出と 産業振興を活動の日本柱とする。国、自治体、経済界の連携、支援のもと、軽半なプラザ内に本部を持ち、環境エネルギー産業をはじめ、学研都市発の新産業の創出と振興を目指し、公的資金等を活用した、様々な新産業創出プロジェクトを実施している、公的機関である。また、公益社団法人関西経済連合会内に、 大阪オフィスを設置している。大阪オフィスは、関西経済連合会が1996年に設立した新事業支援機関である IIS を母体とするものである。2009年7月に三間学で設置された、京阪ら新産業創出、交流センターを統合、一層の機能強化が図られた。2012年4月に財団法人から、 公益財団法人へ移行した。機構は、関西文化学術研究都市建設促進法第5条、及び関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針に規定され、文化、学術、研究の拠点にふさわしい都市の建設の企画、推進及び本都市に関する情報の発信を行うとともに、関係者間の合意形成等を促進することを担う。 二府一県の知事や、商工会議所会等により、代表委員を構成する、関西文化学術、研究都市建設推進協議会の事務局でもある、都市再生機構の関連公益法人である。略称は、学研推進機構、クリー。歴代の会長及び理事長は次の通り、関西経済連合会の会長、副会長が就任している。理事会は、奈良県副知事。 大阪府副知事、京都府副知事など定員15名の理事で構成され、都市再生機構からの出向者が常務理事についている。ありがとうございます。